はい、こんにちは、こんばんは、まこきたさんです。いつも動画の方ご視聴いただきありがとうございます。本日5月30日、日曜日です。今日はですね、2016年から2019年の朝ドラ作品を主題歌とともに振り返っていこうと思います。まあ、そのドラマのあらすじや視聴率、主題歌のチャート成績などについても触れていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、まず2016年、前期に放送された、作品は第94作目になる、トト姉ちゃんでした。生活総合雑誌暮らしの手帳及び出版元である、暮らしの手帳社の創業者大橋静子さんの雑誌出版の奇跡をモチーフにした物語。トト姉ちゃんと呼ばれたヒロイン小橋恒子役を高畑充希さんがキャスティングによって選考されて演じられました。ということで、この小橋恒子のモデルが大橋静子さんであったという作品です。ということで、史実に基づく作品であったということで、期間平均視聴率は 22.8% と、これから紹介する8作の中では一番高い視聴率になっております。このトト姉ちゃんの主題歌は宇多田ヒカルさんの花束を君にという楽曲が選ばれています。花束を君には宇多田ヒカルのさんの楽曲で、2016年4月15日に真夏の通り雨とともに配信限定でリリースされた楽曲になります。2010年宇多田ヒカルさんは人間活動として音楽活動を休止した時期がありました。その後、宇多田ヒカルさんは2015年7月に第1子を出産することをきっかけに、本楽曲及びファントムの制作に取り掛かったというエピソードがあります。ということで、チャート成績は初週に約 11.7 万ダウンロードを積み上げ、ビルボードジャパンのダウンロードチャートで1位、総合チャートでも3位に初登場したということで、かなりまあヒットした主題歌になったわけです。そして2016年にこの花束を君にという楽曲で宇多田ヒカルさんは紅白に初出演されました。はい、続きまして、2016年後期に放送されました第95作べっぴんさんですが、ヒロイン坂東すみれの、モデルはアパレルメーカーファミリア創業者の一人である坂野敦子さんで、昭和時代の兵庫県神戸市や大阪や滋賀県近江などを舞台に、戦後の焼け跡の中で子ども服作りに邁進する姿を描いたと。ヒロイン坂東すみれ役はオーディション選考により芳根京子さんが務められたということになります。ということで、このべっぴんさんも史実に基づく作品でありました。そしてまあ期間中の平均視聴率は 20.3% と高視聴率になりました。そんなべっぴんさんの主題歌ですが、Mr.Children の光のアトリエという曲になりました。光のアトリエはバンド Mr.Children の36枚目のシングルで、2017年1月にトイズファクトリーより発売されております。歌詞は熊本地震の際に桜井が発表した止まない雨はないです、雨の後に虹が出ることもありますなどというコメントが軸となっていると言われています。チャート成績ですが、初週累計で9万3191枚となり、週間シングルセールスチャート第1位を制したということで、トトで非常にヒットしたということになります。ということで、紅白は、声はかかっ
ったんですけれども、ミスター・チルドレンの方から、まあ、辞退したということで、まあ、理由は、音楽で勝ち負けをつけるという、紅白の番組の趣旨に賛同できないからということですが、まあ、この時は出なかったんですけれども、この後また出演はされておりますね。はい。はい、2017年、前期に放送されました、第96作は、ひよっこでありました。完全オリジナル作品で、1964年の東京オリンピック前後、奥茨城村という架空の、土地に育った米農家の長女、矢田部美子がヒロイン。出稼ぎのため、東京へ行った父ミノルが正月に帰宅しなかったことをきっかけにとして集団就職で上京し、さまざまな試練を乗り越えて成長していくミネコの姿を描く。ヒロインミネコ役はキャスティングによって有村架純さんが演じられました。ということで、ひよこの方の平均視聴率も 20.4%、 20% を超えている、まあ、高視聴率であった作品になります。このひよこの主題歌は桑田佳祐さんの若い広場となります。若い広場は桑田佳祐の楽曲でソロ30周年にあたる節目の年にリリースされたということで、ひよこの主題歌になった若い広場が収録されたニューアルバムガラクタが2017年8月に発売されたということで、若い広場だけのシングルは発売されなかったということになりますが、チャート成績ではニューアルバムガラクタは発売初週に 16.8 万枚を売り上げ、オリコン週間アルバムランキングはビルボードジャパンホットアルバムチャートなどでチャート1位という、まあ、非常に売れるヒット作になったということです。そしてで2017年紅白では、桑田佳祐さんがカウントダウンライブを行う横浜アリーナからの中継という形で出演されました。はい。ということで、大体今朝ドラをやった、朝ドラの主題歌を歌った方は大体紅白には声をかけられるということですね。はい。そして2017年後期に放送された第97作ワロテンカーですが、ヒロイン藤岡天は吉本興業の創業者吉本清がモデルになっています。明治後期から第二次世界大戦終了後の大阪を舞台に寄席経営に挑む姿を描いたもの。ヒロイン藤岡天役はオーディション選考で青井若田さんが演じられましたということで、このワロテンカは史実に基づく作品となります。そして平均視聴率は 20.1% と 20% を超える高視聴率になりました。はい。そんなワロテンカの主題歌は松たか子さんの明日はどこからという楽曲であります。2017年11月15日に発売された松たか子さんの22枚目のシングルにあたるようですね。はい。そしてオリコンチャート過去最高は35位であったということで、2017年紅白ではこの明日はどこからで出演され、自身3回目の出演となったようですね。はい。はい。2018年前期に放送された作品は第98作半分青いになります。脚本はトレンディードラマの女王と呼ばれる北川恵理子さんの書き下ろしによるオリジナルストーリー。
岐阜県と東京を舞台に大阪万博の翌年に生まれた、迂闊だが失敗を恐れない主人公、ニネのスズメが高度成長期の終わりから現代までを駆け抜け、やがて一大発明を成し遂げるまでの物語を描く。ヒロインニネのスズメ役をオーディション選考で永野芽郁さんが演じられました。ということで、完全オリジナル作品であったというところと、期間平均視聴率は 21.1% と、かなり高い視聴率になりました。半分青いの主題歌は星野源さんのアイデアが採用されております。2018年3月14日に星野源さんが半分青いの主題歌以下を担当し、タイトルがアイデアであることが発表されました。プロモーションビデオのダンスシーンの振り付けは星野源さんと普段から親交のあるシンガーソングライターの三浦大知さんが担当したようです。チャート成績ですが、ビルボードジャパンホット100では2週連続週間1位、同じくビルボードジャパンホット100の2018年度年間17位と非常に売れた、ヒットした曲になっております。そして星野源さんはこのアイデアという曲で2018年4度目の紅白出場をされております。はい、続きまして2018年後期放送されたのは第99作満腹でありました。インスタントラーメンを生み出した日清食品創業者の安藤桃福とその妻雅子の半生をモデルに、懸命に生き抜いた夫婦の物語を描く。ヒロイン今福福子を安藤サクラさんが演じられました。朝ドラ史上初のママさんヒロインということに なったんですね。はい、ということで、満腹の方は史実に基づく、作品でした。そして平均視聴率は 21.4% と、かなり高視聴率に、なりました。この満腹の主題歌はドリカムですね、ドリームズカムトゥルーのあなたとトゥラッタタでしたね。はい、2018年11月14日に発売され、ドリカム通算53枚目のシングルになったということです。チャート成績ですが、最高順位でオリコンでは週間9位、ビルボードジャパンホット100では週間12位と好成績でありました。そしてちょっと理由はわからないんですけれども、あなたとトゥラッタッタでの紅白出場は辞退されたようですね。はい、はい、2019年、前期に放送されました、第100作目の夏空ですが、第100作という、記念作品であったために NHK 制作サイドは、かなり力を入れた作品となっていたと思われます。戦争で両親を失い父の戦友に引き取られた戦災孤児の奥原夏が北海道で広大な大自然と開拓者精神にあふれる強く優しい大人たちに囲まれてたくましく成長する物語、上京後北海道で育んだ想像力と根性を生かして当時漫画映画と称された早々期の日本アニメの世界でアニメーターを目指す姿を描く。日本のアニメーション界を支えた女性アニメーターの奥山玲子がヒントになってこの物語が作られているということになっております。ヒロイン奥原夏役をキャスティング選考によって広瀬すずさんが演じられました。
ということで、アニメーターの部分は一部私立であり、奥山玲子さんがヒントになっているわけですが、まあ、全体を見るとオリジナル作品と言えると思います。平均視聴率は 21.0% と 20% を超える高い視聴率になりました。夏猿の主題歌はスピッツの優しいあの子という楽曲が採用されております。オープニングのタイトルバックは当時朝ドラ史上初となる全編アニメーションで制作されました。主題歌はスピッツの優しいあの子で、通算42作目のシングルとして6月に発売されております。北海道を舞台にしたドラマであるため、歌詞にアイヌ語の単語を使用しているなど、そういった配慮がされた楽曲になっています。チャート成績は、オリコンデジタルシングル、ビルボードジャパンダウンロードソングスで共に週間1位、オリコンビルボードジャパンホット100で共に週間2位と高い成績をになっており、ヒットした、主題歌になりました。ということで、まあ、紅白には、スピッツは、辞退したということですが、スピッツはこれまで紅白に限らず、年末年始に生放送やイベント出演など仕事はせず、まあ、ゆっくり休みを取るというスタイルを貫いていたため、辞退されたものと思われます。はい、2019年後期に放送された作品は第101作目にあたるスカーレットでした。信楽焼で知られる滋賀県信楽を舞台に、女性陶芸家川原きみ子の半生を描いた作品。川原きみ子のモチーフは高山京子さんという女性陶芸家です。息子が白血病で亡くなるなど、かなり史実に忠実に描かれていたのは印象的です。ヒロインキミコ役はキャスティング選考で戸田恵梨香さんが演じられました。なお週5日での放送は朝ドラ放送はスカーレットが最後になりました。ということで102作目のエールからは月曜日から金曜日までが本編で、土曜日がその週の総集編として編集されて放送されるようになりました。まあ、働き方改革の一環ということでしょうね。はい、ということでモチーフとなる高山京子さんという陶芸家がいるということで、史実に基づく作品であったということになります。視聴率は惜しくも 19.4% と 20% には届かなかったんですけれども、個人的にはとてもいい作品だったと思います。はい、そのようなスカーレットの主題歌ですが、スーパーフライさんのフレアという楽曲が採用されました。スーパーフライのフレアは4年ぶり6枚目のアルバムゼロの先行シングルとしてリリースされております。2019年11月1日に iTunes ストアやレコチョク等で音楽配信されているということで、チャート成績はオリコン2、iTunes ストアでは1位ということで、かなりヒットした作品、楽曲となっております。そしてこのフレアという楽曲でスーパーフライさんは2019年に紅白出場をされておりました。はい、ということで2016年から朝ドラ8作品を主題歌とともに振り返ってきました。ドラマは完全オリジナルが3作品、史実に基づくものが5作品ありました。皆さんどちらが好きですかね？私は個人的な感想では、史実に基づいたドラマの方がリアリティがあって、そしてまあ重みもあるのかなというふうに見応えがあると思いましたが、特にこの8作品の中で私が一番評価が、私の中で評価高いのは、満腹だったかなというふうに思います。はい、
ということで、平均視聴率が 20% 超えの朝ドラは、まあ、やはりすごい番組ですね。はい。そして朝ドラの主題歌になった楽曲はどれも、まあ、ヒット曲になり、素晴らしい曲で、まあ、鉄板ですね。紅白出場は辞退される場合を除くと、まあ、確約されたと言っても過言ではないのでしょうか。はい。ということで最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。チャンネル登録、コメントも非常に励みになりますので、よろしくお願いします。はい、それでは次の、動画でお会いしましょう。まこきたさんでした。